Windows でもワイヤレスで利用できます。非常に便利だと思います。これこの価格のプロジェクターでちゃんとこの細かい文字が読めるって結構最近のことで。こんにちは、戸田悟です。今回はですね、コンパクトなプロジェクターを紹介します。とはいえ、まあ、モバイルプロジェクターというほど小さくはないんですが、代わりに明るいわけですよ、ということでお家で使うにはなかなかいいですね。でワイヤレスで、スマホのデータを表示することができますというのもなかなかいいのではないでしょうか。はい、今回はメーカーさんの提供でガンマバイのジョイというプロジェクターを紹介していきますけれども、まあね、僕プロジェクターが大好きで、もうほぼ毎晩週に5日か6日はプロジェクターを使って、アマプラとかね、ネットフリとか見てるんですけれども、やっぱりね、小さい画面スマホとかタブレットで見てるのと全然違いますよ。大画面にね投影して見るのとでは。で結局ね、その心の安らぎ、心がエキサイティングする感じが得られることを考えれば、プロジェクターって結構安いんじゃないかななんて最近思ってます。昔はね、何十万円もしましたけれども、最近結構手頃になってます。でこの製品なんと 16,799 円、しかも動画を撮ってる時は 4,200 円オフのクーポンって、もうすごい安いですよね。 12,799 円で買えちゃうわけですよ。で1万円台のプロジェクターもこれまで1万円以下もね紹介してきましたけども、こう縦型が良くて、でなんで縦型がいいかっていうと、プロジェクターってちょっと高さあった方がやっぱりいいんですよ。であと置きやすい、こういう四角い形だと結構面積必要なんですが、この形だとそんなにね場所を取らずに置けるというメリットがあります。はい、で中に入ってるものを紹介していきましょう。まず電源ケーブル、はい、でもこれ AC アダプターないのいいですよね。直結で OK です。これいいですね。でこれアナログの映像を入力するための、まあね、ビデオデッキとか最近あんまりないんであんまり使わないと思います。はい、であとは HDMI ケーブル、これでパソコンをつないだりすることができます。ただ Wi-Fi ワイヤレスに対応してるんですよ。なので iPhone とか Android スマートフォンから映像を飛ばして見ることができます。はい、で、さらにリモコンがついてると、説明書がついてます。まあそんなに見ることないですけれども、はい、説明書は日本語もちゃんと対応しているので安心して利用できるはずです。はい、ではちょっと本体のボタンを見ていきましょう。のですね、これダイヤルついてますけど、これでピントを合わせます。はい、手動で合わせます。はい、高いプロジェクターだとこれがオートフォーカスになりますけど、手で合わせればね、こんだけ安くなるんだったら手でもいいですよね。でここに十字キーとか OK ボタンとか電源ボタン等々ありますが、これ全部同じことリモコンでできちゃうんで、基本的にはこのボタンはもうほとんど触らずにリモコンで操作することになると思います。はい、でこのハンドルを上にフッと上げるとですね、ここに各種のコネクタが出てきまして、はい、主に使うのはこの HDMI ぐらいですかね。はい、電源はこちらに電源ケーブルをつなぎます。あとはねワイヤレスで使うのが多くなる製品だと思っています。はい、でスピーカーはねもちろん内蔵しているので、あとは楽しみですね、音を聞いてみましょう。でですね、このプロジェクターは OS が入ってるわけではないので、ネトフリ等々を見るためには何らかの、例えばですね、こういった Amazon の Fire TV みたいなものが必要になります。はい、こうやって挿してここに挿せば、はい、利用できます。まあこんな使い方を僕はしてるんです。今回これはちょっと紹介しませんけれども、今ねつなぎ方だけ紹介しておきます。でこんな形で電源を取ればいいわけです。はい、すれば表示できると。でリモコンで、これ Fire Stick TV のリモコンで操作して使うことになります。後で投影した様子はご覧に入れますが、投影した様子とパソコンとプロジェクター一緒に映すのが無理で、先にねつなぎ方だけ紹介しておきますが、パソコンはこうやってですね HDMI ケーブルをつないでパソコンの HDMI につなげば OK です。はい、これでパソコンの映像は出力できます。でプロジェクターをテーブルの上に置いて、僕はソファーに座ってくつろいだ感じで投影してますけれども、まあ、で今ですね部屋の明るさは普通のリビングぐらいです。撮影用の照明はつけてません。普通の部屋の明るさで十分文字読めますし、映像も綺麗に見えます。解像度は 720p なんですけれども、1080にも疑似で対応しているということなので、この価格でこの画質だったらいいんじゃないかなと個人的には思います。でファンの音は当然回ってるので聞こえますけれども、まあこれで映画の音楽とか流れちゃえば気にならないかなというふうに思います。はい、では早速機能を説明していきましょう。まあですね、部屋の電気を消しました。窓が明るいので、まあ普通に暮らしていてもこれぐらいの明るさあるよね、藤原君。もちろん、はい、若干暗めな部屋ぐらいの印象だよね。はい、これで十分もう綺麗に見えてるので、まあ、明るさは価格にしてはやっぱり十分かなと思います。で今ここに映画とか音楽とか出てるじゃないですか。このメニューを実行しても実はあまりダメですというか、 USB メモリーに入れた
映画や音楽を本体に挿した時に利用できる、これはメニューです。なので今回はこれは使いません。キャストして使います。ただその前にまずは HDMI にパソコンとつないで表示してみましょう。今パソコンと接続したんですが、注目してほしいのはこの辺なんですけど、文字しっかり読めますよね。これこの価格のプロジェクターでちゃんとこの細かい文字が読めるって結構最近のことで、ちょっと前まで文字はぼんやりしていて、プレゼンのねでっかい文字とか読めますけど、小さい文字はぼんやりしていて読めないねっていうのがまあまあ一般的でした。ここまで1万円ちょっとで良くなってんだなっていうふうに個人的にはねちょっと感じました。ただですね、ちょっと見づらいかもしれないのでアップにしましたけれども、肉眼ではもう1メートル以上離れた距離でも十分この時計の表示もね見えています。カメラでもアップにすればちゃんと見えると思います。ちょっとメニューの紹介をしておきたいと思いますけれども、はい、これ入力の切り替えですね。今 HDMI と AV と切り替えられます。はい、さらにこれがですね投影モードで、このキーストーンを選ぶと台形補正が、はい、できます。であとデジタルズーム、はい、これでですね、キーストーンの調整が可能です。はい、こういうふうにね、はい、真正面に置けない場合にこの機能は有効ですね。で、はい、デジタルズームですね。はい、こちらは擬似的に小さくすることができるので、はい、何か例えばね、照明があってデコボコしちゃってるなんていう時はちょっと小さくしてもいいかもしれません。まああんまりこれは使わないかもしれませんけどね。機能も全部日本語になっているのでとっても分かりやすく設定できると思います。はい、でこちらは画質の設定、あ、これさっきやりましたね。はい、で、Bluetooth で、スピーカーをつなぐことができます。はい、これ以前紹介したサウンドバーなんかをつなぐといいですよね。で、Wi-Fi、これね、実はもう設定してつないであります。はい、Wi-Fi つないであります。はい、今ね、これ下なんか操作、はい、こういう形で Wi-Fi にはつないである状態です。はい、ということで、ではちょっと今度はパソコンとの接続ではなくてキャストを紹介していきましょう。ですね、まず iPhone とつないでみましょう。メニューから iOS キャストを選んで、リモコンのボタンを押します。はい、するとこれね、スクリーンショットで使い方説明してくれるの、これなかなかないですよ。しかも日本語でね、全部説明してくれるので、初心者でも分かりやすく使えるかなと思います。はい、で、こちらはですね、iPhone の今画面ですけれども、キャスト先にちゃんとこのプロジェクターが表示されています。それでは iPhone から表示されているプロジェクターのですね、名前をチェックします。これでキャストが始まるはずです。同じ Wi-Fi に接続しているというのが条件になるので気をつけてください。はい、でこれ今ね、iPhone の画面が出てきましたけれども、これで、はい、僕今手元で iPhone を操作してます。ちょっとボケてるかな。はい、でピントを合わせて、アイコンなどがちょっとギザギザしてますけれども、まあね、今写真を表示しまして、なかなか綺麗に写ってると思います。今 iPhone 縦なんですが横にします。はい、写真がね綺麗にいろいろと表示されていると思いますけれども、はい、レスポンスもいいですし、なかなかね明るく表示されていると思います。ではちょっと YouTube を流してみましょうか。はい、今 YouTube を横にして表示しています。30年以上、実は音をこれでも大きくない状態で、はい、音今小さくしましたけど、音めちゃくちゃ大きくなっていい音します。ちょっと大きくしてみますね。分かりませんけれども、僕が生き残ってこられた理由ってもうほぼこの前倒しだけなんですよ。前倒しをすること、はい、 YouTube 余裕でいけるよね藤原君、これなので、はい、うん、部屋を暗くすればもっとクリアにね明るく映ると思います。はい、でこれでちょっと一回ですね iPhone からのキャストは終わりにします。今度はですね Android スマートフォンからミラーキャストでキャストしてみます。機種によってこれは使える機種と使えない機種があるのと、機種によって名前が違ったりします。今ギャラクシーでやります。ギャラクシーはスマートビューという名前になってます。はい、ではミラーキャストを選ぶと、はい、こんな画面になるので、今ギャラクシーからスマートビューを実行しています。はい、で今ですねデバイスを探しています。はい、出たので、スマートフォンからもワイヤレスで今ね映像が出まして、はい、画像を表示してみましょう。なんかねプロジェクターとか撮ってる、プロジェクターを投影してプロジェクターの写真を表示してるっていう、ちょっとわけのわかんない状況になってますけど、はい、こんな感じで写真も楽しく表示することができます。はい、はい、で今ですね実はこれ Windows でもですねワイヤレスディスプレイに接続しています。はい、パソコンは何もつながってない状態で、はい、プロジェクターに投影できてます。 Windows でもワイヤレスで利用できます。非常に便利だと思います。
はい、で今ですねこれワイヤレスで Windows を接続して YouTube を再生しています。はい、で全画面で表示すると、はい、こんな感じ。締め切りに送れないんですよ。でよくそのはい、こんな感じで、パソコンもねワイヤレスで使えるという気軽さが非常にいいポイントですね。でガマバインのですねジョイというプロジェクターを紹介してきましたけれども、この価格であれだけの画質で映れば僕はかなりおすすめできると思います。まあ、OS 内蔵の、ね、プロジェクターもいろいろ出てきてますけど、価格高いのと内蔵しててもプレイヤーの調子が悪くて、僕なんか OS 内蔵しているプロジェクターに、Fire Stick TV のようなものを接続して実は使ってたりします。なので最初からもうそういったものを接続して使うって割り切っちゃう手もありかなと思ってます。はい、スマホからのねキャストであればそういったものも必要ないですしね。まあ気軽に買える価格帯にここまで安くなってきて、画質もそこそこになってくれば、まあ、全家庭に1台とは言いませんが、はい、動画好きな方はぜひ1台持ってると楽しいかなと思います。以上プロジェクター紹介しました。もうねなんかプロジェクターも若干沼になってまして、僕も大好きで使ってるんですけれども、やっぱり1台あると、まあ、ネトフリとかね、それからアマプラとかね、それから YouTube を見る生活がとっても楽しくなると思います。はい、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。